最新不動産情報。はい、どうもベテラン住みやすぎにダブルシチスケです。お願いします。皆さんに最新の不動産情報をお届けします。紹介してくださるのはもちろんこの方、 N アセットの瀬川さんです。おはようございます。おはようございます。どういったエリアにありますか？ここは地区中心地から車で15分から20分の地区タオディエンエリアです。もうおなじみのね、はい、タオディエンエリア、西洋人街と言われてて日本人の幼稚園もある、はい、お迎えのバスとかも来たりもするエリアですね、はい、この辺りは、はい、本日紹介していただくコンドミニアムはこちら Q2 タオディエンです。これめっちゃ新しくないですか？新築です。入居され始めてます。今回紹介するのは未入居、はい、来ましたよ。だからこれですよ、最新の真の真の真の最新のエリア Q2 タオディエンを紹介できます。我々がすごいですね。コロナで入ってこれないし、こういった情報って外にまだ出てないですからね、はい、それを私たちが紹介します。 Q2 タオディエンなんですけれども、はい、お部屋の数が約330個あります、はいはい、住宅のスペースと、はい、あとはオフィスのスペースも実はあります。地上階には商業スペースが設けられてまして、すでに入居されているテナントさんっていうのが多く決まっております、アンナムスーパーマーケット、おスーパーも入ってる、アンナムカフェのピーカブ、あとは薬局のファーマシーだったりが、はいはいはい、はいはい、今回の Q2 タオディエン、はい、あとは徒歩5分ぐらいの場所にあるナッシムゲートウェイ、ゲートウェイ隣のマステリアフ、はい、これらのコンドミニアムを合わせると約2200世帯、2200そんな集まってるんですね、はい、もうここ2、3年でこんだけ集まったってことですよね、はい、ですので、はい、この辺りに人が集まって今後活気が出てくることは間違いないと思います。なるほど、はい、だから今が移り時という、そうですね、今が移動し時ですよ、はい、皆さん、はいはい、あとは徒歩1分2分のところにインターナショナルスクールというのも多くありまして、はい、代表的なものだとインターナショナルスクールホーチミンシティだったりのプライマリースクール、はい、小さいお子さんの校舎があります。では早速中を見に行ってみましょう。レッツゴー。めっちゃ綺麗。めっちゃもう新しい、全てが新しい。ここは靴箱とか玄関スペースですが、はい、玄関のねこういった椅子もありますし、ここで靴とかね、はい、履き替えて、でここに靴箱も大きい靴箱ございます。これおしゃれですね。家具、鏡も大きい鏡で、これなんかセンス感じるな。もうここの時点で僕あのお月見感じる感じますよ。ウサギがこう持ちついてる感じと、はい、暗い夜を演出してる、はい、激アツです。おしゃれなお部屋っていうのは一発で終わりました。ではキッチン、キッチンも広いですよ。空気もあって2つのシンクありますから、ここも十分な大きさでございます。収納もたくさんあります。ここ上もねありますし、ここにガラス貼ってある、ありますね。キッチンなので料理をして、はい、この匂いがリビングに引きずらせるためにオーナーさんが持ってくれている、なるほど、ガラスのパーテーションです。水とかも飛んだりするのか、ここに飛ばないようにリビングスペースに行かないように、いいですね。なるほど。そして3口ありますし、これはオーブンか、そうですね、オーブンもついてる、で収納もたくさんありますし、ここに窓もあります。ここに窓があることによって先ほど閉じ込めた空気をここにも流せるし、まあもちろん換気扇もねここについてますし、まあ両方で匂い消し大丈夫ですね、これで。そしてここに洗濯機あるんだ、はい、室内ですね。洗濯機室内にあるだけでね、はい、外に取りに行かなきゃいけないとかないので、はい、すごい分かりやすいし、で水回りがなんかこうキュッて揃ってるといいですね。なんか掃除もしやすいというか、はい、冷蔵庫も大きい。あ、これなんですか？ウォーターサーバーの機能です。水冷やして飲める、はい、開けんくても水がつげるから節電。なるほどね。あ、いいですね、こういった冷蔵庫も完備しておりますと。さあリビング、これもなんか最新設備じゃないですか？本当ですね、インターホン、すごいインターホンも新しい、はい、スタイリッシュなインターホン、スタイリッシュですね。色もやっぱこのシックな感じに家具とかも統一されてますもんね、はい、合わせてきてますね。合わせてきてる。いやだってこの辺のねこの家具とかもめっちゃおしゃれだもん。だってウィークエンドインパリスですよ。週末にパリに行ける感覚、これは素敵。この辺とかもね、まあどかしてここに本当に物とか置いたりとかね、はい、自分らの物設置できますし、ニューヨークとかねやっぱこう世界に行けるという。そして杉野さんありましたよ、線香花火、はい、線香花火越しのニューヨーク、いいですね。ホーチミン、日本、アメリカ3カ国体験できる、最
高ですよ、これは。で、まあこうやって絵も飾ってあったりと、ソファーありましたよ、すみません。これね、前回測ってないから、はい、寂しいっていうコメント来てましたよ。あ、本当ですか。寂しい、寂しいっていう。あ、柔らかー、めっちゃ柔らかー、心地いい。あ、心地いい。わかりますか、じゃあ。せーの。これはでも座り心地いいですね。いいっすね。で、こっちはね、足伸ばせるタイプで、こうやってね。で、テレビも大きいですし。そうですね。このテレビは55インチなものです。でかっ。普通よりだからでかいってことですよね。そうですね。僕はでかって言いましたけど、はい、55は結構大きい方です。そしてじゃあ行ってみましょう。ベランダ。ベランダですね。2つ椅子もあってね、テーブルもあって、まあ、なかなかね、そのコロナとかで外に出られない時なんかもこういったところでね、もう家族とご飯したりとかビール飲んだりとか最高ですよ。すみません、奥の左側見てください。あそこ相乗りのデートスポットとして使われたお寺なんですよ。あそこ知らなかった、はい、すごいね、ライトアップされるんで、はい、夜とかめっちゃ綺麗なんですよね。はい、セイユー。あ、これ全部アップタイプなんですね、はい、あ、すごい。これだけの風の通り道、気持ちいいですね。気持ちいいですね。で、これね、これもね、杉本さんの方が眺め最高でしょ。あ、そうですね、こっちの眺めいいですよ。あ、いいな。続きまして、はい、じゃあ左側サブの寝室です。おお、やっぱもうね、明らかに匂いがもう新しい家の匂いっすわ。マジでオーナーさんセンスあるわ。このベッドとかマジでおしゃれだわ。ちょっと低めっすね。こっちの方が好きなんですよ、低めの方が。あ、そうなんですか、はい、腰に優しい感じがして、おじいちゃんおばあちゃんとかもこっちの方が楽ですよ。あー、なるほど、はい、もう座り立ちがね楽なんで、こっちの方が。で、この収納も電気ついたー。電気つくタイプの収納でした。これもね、なかなかないですから。ちょっとここも天井高いですか、もしかして。そうですね、ここ大体 2.9m。 普通よりちょっと高め。ちょっと高めです。ちょっと部屋的にはそんなに広くはないですが、この高さがあることによってね、はい、やっぱ広く感じますね。そうですね、こう窓も広くてすごい明るいですね。明るいですね。スモールベッドルーム最高です。今度はこれサブのバスルームです、はい、サブでも広いっすね、特的。で、ここに収納スペースもあって、下もあります。はい、あれですね、 Q2 さんの細かいこういったものとかも置いてくれてるんですね。はい、 Q2 自体がおしゃれなんだ。結構シャワールーム窓もありますから、はい、もう空気も困らないで、いいですね。すみません、ありましたよ、またこれ出ましたね。これやっぱいいお家には段差ちゃんとつけてるんだよ、椅子がね、はい、入っていかないようにこっち側に。すげえ、ここも物が置きますね。ついて、おっ、ここにも収納スペースある。おお、気が利きますね。気が利くここにも置けたりとか、だからなんかね、ちょっとしたトイレ掃除用具とかなんか置いたりとかね、はい、ね、いいですね。ここはマスターベッドルームです。いいですね、やっぱりこういった家具とかも統一感がある、しっくりまとめてあって。このベッド広さはキングサイズです。さすが。そして窓もめっちゃ広い、カーテンも最高でしょ。これはもうこれ光に閉ざしてくれますよ、ちゃんと。あ、閉ざしますね。ほら、おー、ドアも閉めてくださいよ。電気消してドアも閉めることによって僕がもう全く映らない状態。ほら、動いててもどこにいるか分かんないでしょ。ちょっと漏れてんだよな、光が。はい、これで。暗いですね、これは。ほら、どこにいるか分かんない。電気つけない状態でカーテン開ければこれだけもう明るいですからね、はい、収納でございますね。先ほどよりも 1.5 倍の広さで、すごいね、奥行きあるの嬉しいっすわ、うん、これぐらい、これぐらいあります。そしてマスターベッドルームのシャワールーム行ってみましょう。いや、綺麗ですね、やっぱね。先ほどよりもだからもうここもちょい広めで、鏡とこういう収納スペースも広めで、シャワールームも少しやっぱり広いですね。これは明らかに違う、はい、せーの、ほら、これはかなり広いですね、はい、で、ここにもちゃんと窓がついてるのが、で、ここもここにも置けるようにちゃんとシャンプー台。さっきのところだとシャワーヘッド2つ、あ、1つだったんですけど、はい、こう2つありますね、はい、やっぱマスターベッドルームだから2つ用意してあります。ここは6階のファシリティスペースです。これプールめっちゃいいですね。はい、パノラマ感も。そうですね、北側のあのサイゴン川と緑の多いエリアの方を向いてますので、非常に景色が綺麗ですね。いいっすわ。奥には子供のプレイエリアもあるんだ。はい、あります。あ、すごい、滑り台とかもある。あとはバーベキュースペース、はい、パーティースペース、ジムももちろんございます。はあ、なるほど。いや、やっぱ作りたてで、で、おしゃれな、やっぱ Q2 のこの全てが集約されてるからめっちゃいいっす。家賃を当てたらただで借りれるのコーナー。
はい、家賃を僕が当てたら1ヶ月間タダで借りれるというコーナーとなっております。そうなんですか。そうなんですよ。毎回やってますから。もうこれね、本当に癒着してんじゃないかと僕言われてます。はい、本当に毎回ちょっとずらししてんじゃねえかみたいな。はい、いやマジでガチで当てに行ってますから。今回に関してはタオディエンエリアの新築ですよ。2ベッドルーム、エリア的には西洋人街で飲食店とかも増えてきてます。コンビニとかもいくつかあって、カフェとかもあって、お部屋の広さどれくらいでしょう。65平米。65平米。おしゃれな家具っていうのがなー、すげえよかった。で今ね、そのね、コロナ禍っていうのもありますからね、はい、その安くなってきてるという意味で言うと、1300ドル。ただコロナで多分50ドルぐらい安くなってるので、はい、1250ドル。わかりました。正解は1200ドル。すごい。これマジでやらせって言われますよ、本当に。これマジでコメントで俺来ると思う。いや、やらせでしょ。やらせじゃないわ。コロナで今までだって大体100ドルぐらい下がってるみたいな。でもほら、新築だからその下がり率が低いのかなという、そんなにその振り幅ないんかなっていう。考えすぎた。そう、考えすぎ。1200ドル。1200ドル、管理費込みですね。こちらは他の物件も NZ さんでご紹介できるんで、はい、今新しくできたばかりの物件なので、はい、家具なんかが用意されているお部屋は少ない状態です。なので今後少しずつ賃貸として利用できるお部屋が出てくると思います。なるほど、わかりました。皆さんもぜひ見に来てください。そして他にもたくさん NZ さんの物件、下のリンクの方から見ることができますので、ぜひ問い合わせしてみてください。それでは以上、ホーチミン最新不動産情報でした。さよなら、バイバーイ。